じゃあ分かんない体で聞くから、うん、あそこら辺ちょっと説明します。了解了解、はい、あ分かんない体で、そう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 、あ知らないふりしてみたいな、そう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 、あテレビっぽいでしょでしょでしょ、ほんとさ、うん、そういう、ね、待ってないですよね、まあ、回したで回して、待ってんの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 、まあ、じゃあもうやろう、いきます、やろうやろうやろう、さあ、はいはいはい、始まりました川崎の矛先、カッコ仮、そういうタイトル、そういうタイトル、カッコ仮、うん、カッコ仮ね、この番組は J リーグ川崎フロンターレのグッズ情報をまんべんなく伝えようと、グッズ担当スタッフがめっちゃ読んでるじゃん、ここだけしか聞けないぶっちゃけ話や読みすぎだよ、これから出てくるグッズ情報をいち早くお伝えしちゃうかもしれない、もうとにかくグッズにこだわりつつもどこか脱線しちゃうかもしれないゆったりとした番組です。第1回目とまるっきり一緒だね最初はオープニングは意外と真面目なタイプだよね。オープニングはそういうことね、はい、同じようにやっていくっていう、はい、で、はいはい、番組を担当するのは、ダブル松と田村と T.O. ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、あと今日は一人ゲストいるんですよ。はい。誰ですか？杉本健雄が。え？え？来てくれてます。選手来てるんですか？拍手。え？あ、本当だ。じゃじゃん。健雄。これね、コミケで出したの実は。ああ、ソリ。ありましたね。もしかして。販売？販売は、あのね、あんまりいいご意見がなくて。ああ。ええ。残念です。ボツ。ボツ。ボツなんだ。これ残念だ。T.O. さんと、ああ俺映りましたよ、抱き枕週刊として、はい、そうそうそう、ツイッター出した時にだいぶ反響ありましたから、ね、80リツイートぐらいすごかったですよ、もうしていただきました、はい、商品化要望の声は少なかった、はい、でも知ってる、これ実は裏話なの、このポーズに、このポーズ、ああ知ってる知ってる知ってる、すごい知ってるけどね、うん、あんまこっちは言えない。いやいやいや、そこをうまく伝えるのが俺らの役目でしょ、じゃあじゃあじゃあどうぞ、なんかねコミケに行ったんですよ、これを持って、でコミケ、まあそういうコミケ界の人たちの中ではこのダブルピースっていうのはこうなんていうんですかね、おい聞け聞け、おいおい一番食いつくとこでしょう、うん、それ、うん、お姉ちゃん、そういう感じで言われたらちょっとさ、あの内容知ってると思うけど、うん、言いにくいやつじゃん、あダブルピースっていうのは、うん、いわゆるそう一番調子がいい時なんだ、まあ、興奮の絶頂に達してる、そうそう、興奮の絶頂に達してる時にこのポーズなんするポーズなんですって、その向こうの方々は、向こうの方々っていうのはあれだけどな、なんて言うんだろう、だから猫の尻尾さんと一緒に行ったんですけど、猫の尻尾のあの候補担当の方ちょっとドキッとしましたよね、エストさんね、はい、エストさん、僕ら知らないでこのポーズでね、そう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 、びっくりしたんですよっていうね、っていうのもゲストにながらね、はい、まあお届けしましょう。さあ、もう前回の放送よりも早くも2回目、おすごいですよ、そういう意味、はい、再生回数おお500回突破、それすごいのか、いや、わかんない、俺もわかんなかったけど、すごいらしい、広報の方にすごいっていう聞いたら、まだ1週間ぐらいですからね、うん、すごいの、はい、でもまああんまり言いたくないけど、このうち20回ぐらい俺だから、ね叫んの、いや気になる、気になる、いいよ、違う違う違う、せめて3回ぐらいでいいじゃん、違う違う違う、これさ何20回で嫁と見てるでしょ絶対、これ全然知らないと思うけど、もうやめてそういう気持ち悪いの、はい、もうこれさ候補の担当の方からですね、うん、これ500目標だからって言われたから、これ500いかないともうないと思ったわけよ、 あそうなの、でも僕らもその気持ちでやってますから、うん、だからそういう気持ちがあったら自然と一人で20回も見るわけよ、はい、そしたらもう500回、その、なんか大丈夫、その方向性合ってる、その方向性合ってる、合ってますよ、合ってるの、合ってるの、ただね、そのこの間その YouTuber って言われ、いわゆる言われてる方々 YouTuber さんのその動画再生回数とかちょっとまあどんな感じなんだろうな、はいはいはい、ちょっと見てみたら、はい、800万回すごいね、でも近づいてきてるよね今、まあゼロからだとな、うん、だいぶ飛躍的ですよ、やらなかったらゼロだ、そうだよ、いいこと言うね、今回はもう違う、やっぱり1000回目指しますか、1000回は自分たちで150回ぐらい見ないと、まあ、また500、また500、そう、目指しましょう、まあ、常にアベレージ500、継続してやっていくっていうのすごい、アベレージ500でいきましょう、はい、まず、でもすごいありがたいのがちゃんとコメントもね、あいただいてたのよ、はい、はいはいはい、ただどんどん声が聞きづらいとか、あ、そういうね運営側のご指摘をいただきましたので、ちょっと声を張っていこうかなと、申し訳ございません、前回はロビーでやったからね、うん、やっぱ他のね、そうです、方々 あの仕事の支障に、そう、今回、今回見てください、皆さん見れたかもしれないですけど、防音室、フロンターレじゃねえわこれ、スタジオ、倉庫だ、倉庫ただの完全に、あ、これ
これすごい。スタディオでしょ、これ。はい、スタディオじゃないよ、倉庫だよ、これ。はい、バレましたバレてます。あのですね、今、ね、カンペ5分、5分経過出ましたけど、うん、TK さんってすごい響きよさそうですね。1回もグッズのこと言ってないけど、大丈夫大丈夫です。大丈夫なの大丈夫です。こっから行くのね。行きますよ。よっしゃ、行きましょう。じゃあもう早速、行きましょう。コーナー行きますか。はい。とりあえず5分だな。はい。さあ、第2回目の放送で紹介するのは、なんと、販売開始日に即日完売となってしまった今、うん、行列の絶えないポップコーンショップとして話題の、うん、ギャレットポップコーンショップスとのコラボトートバッグセットご紹介いたします。真面目だね。カンペ読みすぎたね。ちゃんとお伝えしたいと。もうちょっと本当いいよ、それ命命よ、いいよ、ちょっとお願い。いいよ、いいギャレットじゃない、ギャレットこれこれ、いや、だからちょっとそれ説明しないといけないから。なんだよ、もうめんどくさい。皆さん、ギャレットポップコーンって知ってますか？俺ね、知ってるよ。知らなかった。知らなかった。知らなかったんですか？うん、だからまずアンテナ立ってないね。はい。低い、低い。ギャレットポップコーンショップっていうのは、そのアメリカシカゴに創業されて以来65年にわたり最高品質のポップコーンを提供するために、良質のトウモロコシを育てるところからこだわった。伝わんないって、全然。何シカゴとか、何だから、まあ、とにかく今、うん、東京駅、うん、あと原宿店、うん、まあそのあと名古屋の、うん、店舗などで今販売されても行列が絶えない。大阪もオープンしたのかな、される予定、はい、そういう、あとプレミアムはちょっと前でいうなんかクリスピークリームドーナツみたいな、そういう輸入してきて、そうですそうです、大人気のお菓子っていうくくり、そうです、あ、それのわかりやすいコラボ、原宿のそことコラボできんの？もうしたんです。これ全然してないじゃん。で、いやもう全然もう何も分かってない。あ、分かってない？それでね、何何何、教えてよ。だ今回その発売されるのが、そのシカゴミックスっていうそのポップコーンの味の種類なんですけど、それのオリジナルトートバッグがセットで発売されるんですけど、今回僕がもう実際にお二人に食べてもらいたいと思って、直接店舗に行って買ってきました。あ、これを？そう。これ売ってたやつってこと？売ってたやつを買ってきました。あ、もう一度。ありがとう。はい。ありがとう。違う。後で放送。それをちゃんと皆さんに紹介する手ですから。はい。味を？なるほど。はい。食レポ的な？そう、だから開けて食べてみましょう。以上、ちょっと開けて。バッグのデザイン、T.O. さんにちょっと見てもらって。はい、いや、お前、おい。バカじゃねえの、お前。コラボこれ編集とかねえから、お前。コラボトートバッグのこのセット。バカじゃねえよ。T.O. さん、ちょっとそれ。あ、すごい。すごいでしょ。あ、これに、これ裏と思って、まああんま変わんないけど、まあでもすごい、あんま変わんない。あんま変わらないのがすごくない？ギャレットさんのデザインとうまくシンクロしてるの。そう、あ、パークのサリゲルのところがフロンターレ感になってんじゃん。フロンターレ感があるんですよ。いや、それ今言ったわ。ポップコーンが飛び出してると思いきや、カブレラのデザイン、俺今言ったのにね、されてたりとか、あとフロンタ、そういうの拾ってさ、フロンタがデザインされてたり。あ、本当だ本当だ、いた。すごいんですよ。すごいよね。で、このシカゴミックスっていう味なんですけど、はい、これ2種類のポップコーンが入ってまして、はいはい、濃厚チェダーチーズを丁寧に溶かしたチーズコーン、うん、チーズのポップコーンとキャラメルをコーティングしたキャラメルクリスプの、これちゃんと、ちゃんと見せてください。そう、説明して、はい、そんなだって。で、これをまぶしただけでしょ、チーズ。すごい濃厚なんですよ。うまいこれうまいけど、はい、これ濃厚両方。これ何、このキャラメルとちゃんと落としたのちゃんと聞いてくださいね。で、これ実際に並んだんですよ。本当に行列がね、はい、あるのかどうかっていうのを思って、うん、この間その東京駅降りて、うん、ちょうど駅前というか、うんうん、駅改札出てすぐあったんですけど、うんうん、まあお店の前にその並ばれてて、うん、お客さんがでも、うん、まあ、5人程度だったんで、まあ、いけるだろうと思いきや、うんうんうん、30メートル後ろに列がありますって案内書かれてあって、うん、で、行ったら後ろに10名ぐらい、お昼のでも聞いてます？聞いてます？めっちゃうまいです。続けて聞いてます？続けてお昼過ぎに行ったんですよ、もう14時ぐらい。そしたらもうあのファミリーと、うん、あとまあ、あ、家族ね、うん、あと丸の内オイルですよ、うん、東京駅、これすごいね、丸の内オイルポップコーンが出てるとこ並んでて、サッカーボールになってる、僕一人で並んでね、一人で並んで待ってたんですよ。ロンタも来てくれて、そしたら、美味しいよね、美味しい美味しい、ちょっと
聞いて、聞いてます、ね、聞いてます聞いてるよ、うん、でそれで並ん で、うん、でちょうどその実際に、買うまで行った時にこれ大きさはさこれと一緒試食できますよって言って、はい、どうしますかってじゃでお好きな味を、まあ、何種類かあるんで食べれるってなってたんで、で試食できますよって言ったんで、うんね、なんか僕恥ずかしくなっちゃって恥ずかしくなっちゃったらシカゴミックスをこの後買うのに試食させてもらっちゃってリアルなで、じゃあこれほんと美味しいじゃん。で味いかがでした？美味しい、美味しい。でもキャラメルは結構さあるけどさ、このチーズなかなかないよね。そうチーズもあるんだよ。でもあるけどこの濃厚なチーズはない。ない。ない。そう。美味しい。でただ両方一面にね楽しめるっていうのは。そうただね、うん、この第1弾なんですけどコラボトートバッグセット。はいはい。美味しい。完売してしまいまして。え？どういうこと？初日完売。初日。いつ売ったの？5日から4月の5日から新潟さんの翌日。何ホームゲームじゃなくて？そう事前にチケフロからだったなこれ。へえ。ご登録した方に販売ができたじゃないですけど。ないけどこれ放送の時どうかわからないけど、うん、チケフロだからね。もうすぐでしょ。何なんか違う編集はさコンビニ支払いにして規定期日までに支払わないとそれまた商品として、うん、こう在庫として上がってくるからさ。うん、今まだね10件ぐらい残ってるのよその人たちが支払ってない人たちが、だから随時まあお手数だけどチケフロ見てもらうとひょっとしたらポコッと出てくるかもしれない。でもそんなのわずかじゃん、うん、その再販の予定はないんですか、うん、ないくせに今さそんなさうまいうまいやれやれトートバッグだやれポップコーンの代わりにおおおおおおい飛ばすな意識のありますあ第2弾がありますありますよですよねあります。よかった心配して損した。あります失礼しました心配して。いやいいんですよ。じゃあ高尾さん、あ、T.O. さんちょっとこれを。あ、これ第2弾。第2弾だからだからさ。本当ごめんなさい。第1弾こっちの黒いバッグだったじゃん。これね、しかもあらまだね公式にリリースされてないのよ、うん、実は。え、嘘、うん。だからこの放送を見た方がめっちゃ携帯になってるけど大丈夫。一番早く、うん、ご覧になれてる。そう。先出し情報ですよ。先出しよ。いやこれがねこの番組でやりたかったことですよ。この番組から先出しでやるっていうのが。ああだからもうね、こうやってもう。そうですよ。台本通り。台本通りに。ちょっと時間押してますけど。バッグいいでしょ、これ。これいい。でもさ、ちょっと何いい言ってるとさ、リアルじゃないからさ。あ、だって見てよ。表面が今度こっちなのよ。ギャレットさんのモチーフ。そういうことか。だから俺さ、これ見せられたから、ギャレットさんのやつ全然どこにもないじゃんと思ったんだけど。もちろんまた両面。また両面仕様なのね。そう。そう。かっこいいよ。これ素晴らしい。待ってはいはいギャレットさんの方もカブレラがいませんかいそれはなんでですかそれはこれでもいいじゃないですかこれかわいらしい。いや今全部バーって見ててギャレットさんにもこいついたから超かわいいでしょ。こいつとか言わないの超かわいいテコ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 だから超かわいいよテコテコ歩いてる。ポップコーン持ってるけどフロンターレがサッカーボール持った場所になってるか。いや、そうなんだけど、いカブレラいるんだと思って。これね、これ監修アメリカなの、やっぱり。ギャレットさん。最初これをやったらね、これなんだWhat is this ですね。What is this ですね。こいつはなんだと。それは何、なんなりますよね。ギャレットの世界観にはない。No! だ、ただ、もう第2弾にはもうすでに。No、そう。そこにもういるってことです。最初 No って言われたんだけど、ノー言われたんだ。ね、ノーって言われたけど。いや、言われるよね。だって、うん、第一弾これだよ。うん、それもノーって言われたんだ。だそれないと言われるでしょ。フロンターレらしさがないわけじゃん。いや、マスコットだよって伝えたわけ。そう、これは、すげえ人気なんだと。おーおーおー。インカワサキつって。そうだよね。俺は一生懸命できない英語でさ、交渉したっていうのはちょっと言い過ぎだけど、そういう話をしたら、じゃあしょうがねえと。へぇ、優しいギャレットさん。逆に、すごいこれなんか、褒めてくださってね、向こうのデザイナーさんが。そうなんだ。もともとそのギャレットさん側で告知はしないよって言ってたんだけど、うん、おい出来がいいからするよって。画像くれよ。え、なんでちょっと片言なんですか。臨場感。向こうのね、うん、方が担当の方が。近くですか。すごい。でこれはね、25甲府線。近くの25日ですね。今度はあ受け渡し。そう。だから基本これ缶になるからさ、競技場は缶持ち込みダメでしょ。だから試合の終了後なら。さすが。だこれも受け渡しは、レッズ戦ね、試合終了後。こっちは、甲府戦。で、販売スタートが、これはいつだ ?19 か。ほんと ?19 日曜。
開始。もし間違えてたら編集でちょっと。ピンクのじゃん。編集できねえって。ピンクのがね。バーって流れちゃいますからね。そう。缶はね、これ2種類あって、ね。1個1個は色変えよう。いやー、これ素晴らしい。じゃあ、ギャレットは、そんな感じ、はい、素晴らしいね。美味しい。美味しいですよね。うん、ただ、うん、もう今、15分経過して。嘘でしょどうします一回、一回。ほぼ終わりこれ。切りますいや、でも、あともう1回ぐらい。もう続けちゃいましょう。うん、どうなんでしょう、いっちゃいま、いっちゃいましょう。いっちゃいましょうか。はい、5出ました。よくあるじゃん、4月でテレビ番組のさ、15分拡大スペシャル。スペシャル。じゃあもう続きまして、いっちゃいますだろ。いっちゃおう。いっちゃおう。じゃあもう4月の12日、もう近日ですね。今週末、発売される、仮面ライダーコラボグッズ。これはね、タオルマフラー。すげえ。発売ですよ。仮面ライダー3号のグッズって、ほとんどないんだって。嘘。だからこれ、そうだよね。だって悪役でしょ三号って悪役っていうか、まあ、それは見てのね、お楽しみだよ。映画はね。で、これ、東映さん。東映の映画だからさ、はい、東映さんに監修してもらってるんだけど、はい、東映の担当者さんが、うん、もうこれレアすぎるから私が買いますっつって。嘘。買いたい買いたいっつって。嘘。だってさ、これは、あの、ライダー。そう、トライサイクロンね。ね。そのクラッション、これさ、俺らがいつも競技場に荷物運んでる。だいぶ新車に。ハイエースじゃん。だいぶ新車になってますけど、これ。TO さん。TO さん、その通り。でしょ、それはね、トヨペットさんに協力していただいてる。そう。ウェインズグループに協力していただいてる。ハイエースだよね、これ。そうです。すげえ。でもこれって何も間違えちゃいないでしょ。だって、すげえ。ライダーはさ、仕事場に行くときこれ乗っていくわけよ。そうです。はい。悪を倒すために、トライ、なんだっけ、トライサイクロン、トライサイクロンに乗ってます。やってくるよ、はい。まあ、俺らも、はい、トドロキに、はい、いざ決戦で行くときはみんなこれで行くわけね。それです。はい。今フロンターレ何台あるんだって話だよね。4、5台あります。4、5台ありますね。そう、4、5台あります。でこれデザイン的にさ、すごいな。 TO さんぜひ腰にこう回してほしいのよ。はいはいはい。そうするとさ、ちょっとこの服も、これすごい、服もライダーっぽいからさ、これすごいですよ。ほら見て、わ、ライダーベルト。ライダーベルトになんのよ。素晴らしい。すごい。これすごいでしょ。これじゃあ、回せ。これ当日みんなね。回せっていうより、巻くって感じ？だから点が入った時には、もうバッて外して。あ、そういうことね。回してもらう。点が入るまでは巻いて。巻いて。点が入ったら回すと。そう。他にないの？他ありますよ。すごいね。ちょっとしていっちゃった。あとここにあるやつよ。ライダーの。あ、出てきました。ベルトのキーホルダーよ。これ表と裏デザイン違いますね。そう、リバーシブル。片面フロントのベルトをね。リバーシブルって言うのそれ。近づいてみたら俺が近づけなきゃ。片面フロントのベルトになってんのよ。しかもフロントのベルトをライダー3号バージョンにデフォルメしてんの。デフォルメっていうの、アレンジ。こうか。ああ、映った映った。小さく株も映ってんだよ。本当？多分見えないよ。見えないね。買ってもらおう。これね。そうだ。こういう、ちょっとぼかし気味で写しといて、当日見てね、みたいな。ほんと細かいとこまでね、うん、やってるよね、これ。ほんとだ。担当者が素晴らしいんだと思う。自分でしょ、どうせ。じゃあ、これは4月の12日。そう、レッズ戦。レッズ戦。会場は、フロンパークグッズ売店のみ。のみで販売。オンリーですか。オンリーです。っていうことは、まあ、向こう側のサポーターの方も変えちゃうってことだね。そうだね。そうね。もちろんです。いいことだよ。うん、いいことです。皆さんに権利がありますので。詳細はね、ホームページにもアップしてるので、はい、そこ見てもらえると。ね、浦和サポーターの方も、はい、はい、ぜひ。よろしくお願いします。はい。はい、そうすると、あれ、再生回数上がると思う。浦和サポーター見たら。浦和サポーター。この浦和の日、あれだもん、Fサーキットだよ。そう、大丈夫、告知は大丈夫かよ。なんか僕ら、ずっと喋ってますけど。Fサーキットはですね、もう今、マフラーに出た、うん、この、トライサイクロン。こいつが、うん、TC が実際に轟に来ます。これすごいよ、ね、すごい。え、走るんですか。走るよ。嘘で、ライダーも来る。ルーライダー来るんですよ。3号すごいよ、ね、え、ライダーはハイエースに乗らない。あんま跳ねなかったね。そこだけ急にどうしたの。急に乗ってほしくないですか。乗ってほしい。ハイエース乗る。そうそう、ライダーも来ますし、トライサイクルも来ますし、あとね、Fサーキットなんで、ちょっとその本当に本格的なサーキットってことで、本田さんの協力でね、何やってんだよ。本田さんの協力で、俺もね、そこまで詳しくは分からないんだけど、間違った情報やみたいな。アイルトン・セナっ
って誰もが知ってるでしょ、はい、が乗ってたのと同系の、あのよくさ、よ某タバコ会社ががっつり入ってるさ、はいはいはい、赤とさ、はいはい、白のさ、はい、もう俺ら世代でいうさ、ザ・ F1 みたいな、ザ・ F1 が展示されますから。あれは僕、すごいね、うん、私あんまり詳しくないんですけど、車好きの方にとってはもう本当に大興奮のイベントじゃないですか、ね、もうジュレッジュレでしょ。すごいね、すごいっすね、すごいと思いますよ、それは。車だ、車、乗り物ね、はい、はい、あと私担当とかよく分かるんですけど、あのガラポンやりますね。ホンダグッズが無料でもらえる。なるほど、すごい。ガラポン1000名、1000名すごい、1000名、特賞とか、なんか特賞はその F1 に乗れる権利、えっ、試乗できる権利。走りはしないよね。試乗ね、試乗、いや、それだけでもすごいですから、ね、そういうのがありますね、もう盛りだくさんですよ。なるほどね、ライダーつながり、いや盛りだくさんって、もう4月がさ、もう盛りだくさんだよね、うん、はい、だってこの後何、甲府があるでしょ。甲府はドールランドですね。そうですね、で柏ですよ。柏はスモーワールド。スモーワールド、で私ちょっとスモーワールドでお伝えしたいことがあるんですけど、いいですか。告知ばっかりですね。なんか次に行きたいな、ね、これ何何、これ湯飲み、いやこれね、はい、うん、グッズがね、作ったやつ、これ販売するんでしょ。しますよ、これやっぱ相撲ということでね、湯飲み寄せた方がいいんじゃないですか。これはいいですよ、これね、これいいすごい、選手のその名前と背番号、いい感じでぼやけてデザインされてるんですか。デザインされてます。あとそのアトラクティブアトラクティブもキャッチフレーズいい感じでぼやけてる。ティオさんに聞くことなの。いや、ティオさん言わないから、僕らがちょっと言わないと。いや、言ってよ言ってよ、言うよ言うよ、うん、これね、事前にね、先出しでいろいろ情報出てたんだけど、うん、この日あれだもんね、はい、マス席が轟きにやってくるんだね。はい、マス席作っちゃいました。本当にね、本当のマス席みたいな感じで手すりがあって、で、そこには、ね、国技館で知ってる有名なの、焼き鳥知ってます。実は国技館の地下って焼き鳥工場になってるんだよ。ほんとほんと。あ、そうなんですか。そう、で、そこで作ってる焼き鳥を当日持ってきます。それが、どうした。ん、いや、俺の飲んでんなと思って。豪快飲んでんなと思って。いや、美味しい。なんで水飲んだんだろうね、今。いやいやいや。で、その焼き鳥と、あと、座布団、作ったでしょ。はいはいはい。作ったね、今年バージョンのね。作りました。今年バージョン。去年、商店で大人気だった。去年、商店でもうすぐ売り切れちゃった座布団。はい、また今年も。また作っちゃいました。お相撲ですから。で、座布団と焼き鳥とこの湯飲みがセットのマス席が、もう販売されてます。大好評受付中。大好評受付中なんですけど、あの告知がままならず、まだゼロっていうちょっと悲しい現実があるんで、もうさ、お願いしよう、皆さん、はい、お願いします。本当お願いします。本当お願いします。あの赤字になっちゃうんで、本当に本当お願いします。本当お願いします。湯飲みのね、完成度も高いしね。高い。座布団もめっちゃ高級なやつ使ってるでしょ。あの座布団、前回もそうなんだけど、あれ京都でね。そうなんだよね、ちゃんと染めから作ってて、あれね、京都の料亭で普通に使われてる座布団だ。そういうの出そう、そういうの出そう。ん、そういうの出そうよ。そういうの出してってんだけどさ、うん、伝ってなかったなぁ。じゃあ俺が出す。あ、俺が出す。いいの、プロモのところで出す。俺が悪いね。僕も出しますよ。え、出せるとかあんの。あるありますよ、ありますよ。グッズのとこか、いっぱいいっぱい。もうだからグッズのとこ、お互いやっていかないと。グッズチケットプロモでさ、すごい、あんまない企画だよ、この三すくみのやつ、うん、そうだよ。ちゃんと協力しようよ。じゃあ、それで、それなんかさ、すぐこう、なんか、ねえ、みんなでしようよ。みんな頑張ろう。みんな頑張ろう。みんな頑張ろう。だから皆さんもちょっと、はい、ちょっと頑張ってもらって。悩んでいたらぜひ。ただそうですね、もう記念なんで。はい、だって初めてだからね。マス席でサッカー見れるのは多分史上初ですよ。J リーグ史上初。へえ。へえ。そうですよ。へえ。そこをちょっともっと打ち出さなきゃダメですね。あとね、座布団結構ね、かなり大きいからね、大きめの袋、あー。こっちで用意するのか、お客さんに用意してもらうのか。用意しようか。用意する？用意したほうがいいんじゃないかな。企画外のサイズだからね。そうだね。うん、ちょっと用意しようか。うん、はい、ということで、あとは？あとはもうなんかいっぱいありますけど、もうこういうのとか、もうなんかさっきからずっと気になってたんですけど。これ何なんですか、これは。これ。ペローンって。これ。このフロンタ君鼻ないけど大丈夫？これ、タロさん、これどうしたんですか、フロンタ。わかりません。これは、あの、田村さん言っちゃいましたけど、思わず。本当だ、言ってる。言っちゃいましたけど。若松くん言ってるよ。ああ、もういいですけど。売ってるの、これは。いや、これね、みんなにね、まずこれを見てもらいたいなと思ったのよ。
これ何かわからないでしょ。わかんないですよ。でもね、これね、ここに服が2個ついてる、両手に。はい。これバッグとかあるじゃん。はいはい。バッグの持ち手とかに、これで2個でこうロックするんだよ。そうするとどのバッグにもくっつく、まあね、ちょっとしたポーチになったりとか、携帯入れたりとか。マジ？それマジ？ちょっと痛くね？え？今広報さんからもなんかコメント出られてまして思わず。え、マジそれ？マジよ。ただね、ただ皆さんに分かってもらえない。これ大丈夫？グッズを作るときってまずこういう、うん、まあ、試作が1個出てくるんです。あ、これサンプルなのね。これ第1弾だから。これ強く言いたいのは、うん、鼻をつけてあげたい。そこだよね。鼻がない、うん、これは鼻がないのはまずいでしょ。そうだよね。だってみんなあるよ、ブロンタ君鼻。そうなのよ。だからでもね、これについてのコメントなんかもお待ちしてますよね。はい、どういう風にしたらいいのか、そういうの欲しいですよね。実際これ買いますかっていう。いっぱい意見コメントをいただきたいですよ。いい、ナイス、ナイス。いろんなところの。でもあれよ、若松ナイス。アイデアを組んでほしいわけよ、うん、あ、これも作りましたよ、はいはいはい、うん、これはさ、片付くもない一方的にいらないいらないとかさ、そうだね、鼻がない、なんでってヒーって言われてもさ、こっちの文章も上がらないわけよ。ごめんごめんごめん、そういうことで、そういうこと、いやいや言っちゃダメでしょ。そうだよ、プラスの意見も欲しいよ。だからぜひプラスで、ポジティブなご意見も、はい、はい、ポジティブに反応つけてください、はい、ポジティブに。ただね、こう立体にするとさ、どん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 、その分さ、使用向がこう細かくなると値段がね、あ、なるほど、いっちゃった。販売するさ、お値段もさ、いっちゃった、お手頃じゃないと買えないじゃん。だからちょっとこれ見て思ったのが、後ろ姿だけでもいいのかなとか、ちょっと可愛いじゃん。そっちもそれの方がいいんじゃない、うん、ね、バッグにくっついててさ、うん、そういうのはあるよね、あるあるある、うん、っていう意見とか欲しいよね。はい、じゃあそろそろ、そろそろ、はい、締めなきゃってことなんですけど、ほんと大丈夫、他は。いや、もう大丈夫、という間、あっという間、もうだって、もう500いく、500視聴いく、これ行きましょうよ。もうそれはもうみんなが頑張ろうよ、うん、そうだね、100、100、100ずつ、まず俺はなんでこのユニフォームなのっていうのがまずあるんだけど、まあ言いたいのは、まあそこにあったからっていうそんぐらいやっつけでね、はいはい、お送りしていきますよ、まあまあまあね、はい、じゃあまあ本日もそんな感じで、はい、急な締め、様々な急な締め、台本通りの締め、はい、はい、情報満載でお伝えしてまいりましたけども、はい、もうエンディングですが、そうですね、いかがですか第2回目。あ、美味しかった。伝えられましたか皆さん。思ったより濃厚だった、うん、トークも、ポップコーンもね、なんなんすかもう。ということで、次回は、次回は、はい、いやもうそれは、うん、まあ次回を見ての楽しみですよ。何言ってんの声揃っちゃった。何言ってんの次回のお楽しみ。台本に書いてないから、はあ、そういうこと。台本通りやれない、やらないとダメなんですよ僕は。ごめんごめん、知らなかった、はい、そういうスタイル。アドリブはダメなんですよ次回も、ね、じゃあまあまあまあ次回もまあそのうち現れますよっていうことですね、はい、だからその次回ができるかどうかも、その再生回数、コメント、うん、皆様 の, その反応によって、うんうんうん、変わってくる可能性もありますから。はい、そうですね、はい、分かりました。ぜひ次回もできるように、情報とかね、グッズと一緒にね、細かくお伝えでき、なんか会話でこうさ、そうだね、お伝えできないじゃん、あの文字ベースになっちゃうからね、うん、そうだね、そう、細かくね、噛み砕いてお知らせできたら、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ今後もグッズを面白おかしく、はい、楽しくお伝えしていきたいと思いますので、はい、今後も僕らを、台本だな、書いて、これ台本、書いてないですよ、これ台本です、はい、今後も僕らを、応援お願いいたします。そしてチームもね、応援お願いいたします。はい、行きます。ではお相手はティームラとティーオとダブルマツでした。さよなら。今日はね、西澤スタイルにしてみた。そのやめて、なんか最後まで使われようとするのやめて。行きましょう。西澤さん、本当美味しいよ、美味しい、美味しい、これ後で皆さんで美味しくいただきます。これ本当買ったの？うん、嘘や、本当です。これ いくらなの？これがカンカンで、このサイズで1200いくらですかね。まあまあだね。これ病みつきになるよね。うまい、たくさん。でもこの2種類楽しめるっていうのはすごいいいね。うん、ちょっと高さ、でも第2弾もこれでやろうと思って、うん、このまま人気があれば第3弾とかで大きいバッグと、ああいいね、競技場で販売とか。そうだね、これカンカンも東京駅バージョンってあったんですよ、限定で。あるね。え、これ何、
バッグと一緒で1200円。いや、バッグと一緒で2600円。セットだと2600円。おぉ、いやいや、いいね、安いっすよ。だって東京駅とかのバッグとかこれ1200円だからね。そうですね、それが考えるともう、お得ですよ。うん、まあいいよ、うん、ちょ、俺まだ全然食べてない。もういいんじゃないか。ん、もういいんじゃないか。終わり。はい、終わってます。終わってますよ。終わってます。終わってます。まだ回ってた。まだ回ってた。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。マジうまい。うまいね。よし、ちょ、俺、よし、お、さあ、お仕事。これもお仕事大事な。これ楽しい。これいいですね。お疲れ様でした。MC、お疲れ様。お疲れ様。すげえ、ちゃんと見て。すげえ、タイトル作ってる。まだ撮ってた。そうですよ。表紙。ちゃんと、えらい。書いてますから。何この鬼。第1回目から。これ節分の時に作ったフロンタのシールのデザイン。本当台本通りね、うん、当たり前でしょ。それ悪口。進まないから。進むよ。そうじゃないと進まないから。いや、よかったよかった。あ、ひかかちゃん、はい、よかったよかった。あ、よし。これ場所どこだっていう話ですよね。ん、ここがどこだよ。そう、どこだよ。仏像。これ、そうかそうか。まだ回ってるのか。お伝えしてなかった。あ、こういう風になってんだ。うん、これほんと全部大丈夫だったの。大丈夫。あれ。いや、マジでここまで回ってんだ。いや、ここね、もう止まってるよ。ここね、いや、止まってないでしょ。止まってるのか動いてるのか。ちょっとね、絶対止まってないよ。赤ランプついてるんですよね。絶対止まってないよ。それ売るんでしょ。どれ、うん、今これ売ってたやつ。あ、売ってなかったわ、去年のやつ。あ、去年の編集分ね。よし、お仕事ですね。お仕事ですよ。カブちゃんここ置いといていい。ダメだね、挟まれちゃって可愛い。ダメだね。待って、じゃあここに。これなんか可愛い。俺持ってきたやつない。ついてる。ついてる。